小倉隆日本プロマージャン協会所属のプロジャン氏。千葉県出身。プロポーカープレイヤー。マージャンを始めたのは、高校生の頃。ネットゲーム、東風荘で4000半荘ほど打ち込み、マージャンの腕を上げる。東風荘でのレーティングは常に2000を超えた。大学在学中に日本プロマージャン協会の門を叩き、マージャンプロの道へ。須田義則曰く。 学費と生活費のすべてをマージャンの腕で捻出していたという。所属1年目にして、協会最下層の C 級予選から、ビッグタイトルである、スズメリュウイ獲得という偉業を達成する。所属1年目であることもあり、プロラッシュからの具形リーチをかける様は、タコマージャンと揶揄されたが、翌年も、スズメリュウイを連覇し、その実力を、マージャン界に知らしめた。 2008年に、協会最高タイトルである、スズメオを獲得し、最強を証明。独自のデジタル論コクラシステムを崇拝し、彼に支持する、若手プロは、少なくない。ポーカーゲームのテキサスホールデムでも、競合として知られており、2012年に、世界的なポーカーイベントである、プリングウィズエソピー1万ドルで、日本人最高の64人に入った。 2018年には、アプとマカオで優勝し、賞金ランキングで日本人2位に躍り出た。ありがとうございます。